ただいま、あたりはもうすっかり暗くなってしまいました。ちょっと電車の乗り継ぎがちょっとうまくいかなくて、ちょっと不慣れな東京で、ちょっと迷子みたいな感じになってしまいました。はい。で、今、ただいま現在、競泳ボクシングジムの前の、ところにいてます。競泳ボクシングジムの、金平慶一郎会長とは、親交があり、関東に来る際は、うちのジムに寄っていってくださいということで、今日は来ました。時間があったので、ちょっと寄せてもらうことにしました。それでは今から、ジムの前まで行きます。はい、競泳ボクシングのジムにたどり着きました。数々の世界チャンピオンが生み出したジムです。で、最近では11月にですね、2階級制覇、亀田智樹選手が2階級制覇したジムとなってます。で、WBC スーパーバンタム級暫定チャンピオンですけども、2階級制覇したチャンピオンがここのジムに所属しています。では中に入っていきたいと思います。今競泳ジムの中に入らせてもらって、撮影を許可してもらいました。はい。競泳ジムの金平慶一郎会長と親交が深く、試合会場でいつもお会いして、いろんな話をしています。で、競泳ジムのここはリングサイドになってます。はい。競泳ジムのリングサイドになってます。はい。で、歴代の亀田智樹選手の、この間の亀田智樹選手の、試合の、最新の、写真、パネルも飾られてます。で、歴代の、チャンピオンの方たちを、がいてます。はい。で、ユーリ・アルバクチョコフ選手です。懐かしいです。すごく、はい、ものすごく大ファンでした。はい。ユーリ・アルバチョコフ選手です。はい。で、時は並びに置いてます。はい。で、サンドバッグがこういう風に並べられていて、すごく練習しやすくなってます。今日は金平会長がちょっと不在ということで、お会いできなかったんですけども、進行が僕は深いです。はい。一緒にお話を何度もさせてもらってます。右からグッシー・ナザロフ選手です。僕が小学生の時に見た選手です。はい。ものすごく強かったです。はい。で、左からユーリ・アルバチョコフ選手、ロシアの、精密兵器と言われた、なんというかもう切れるパンチで素晴らしかったです。で、ずっと並んでいきます。はい。日本チャンピオンクラスが並んでいってます。はい。で、サンドバッグとかこうなってます。金平会長の、LINE スタンプ、はい、販売中になってます。ぜひぜひぜひ皆さんよろしくお願いします。金平会長とってもユーモアのある方で、とても良い方です。よろしくお願いします。競泳ジムの T シャツ、こちらの方で販売されてるそうです。色並み綺麗ですよね。赤色、電車とか乗ってたら、競泳のジムの選手だということで、チヤホヤされること間違いなしだと思います。で、この前、WBC スーパーバンタム級暫定、王座決定戦、はい、亀田選手見事2階級制覇達成、おめでとうございます。今日は不在ということで、また、次回お会いしたいと思います。競泳ジムの皆さんどうもありがとうございました。失礼します。